皆さん、こんにちは、こんばんは。武田総流です。今日も一緒に美しい漢字を書いていきましょう。今日のテーマは良いですね。いや、この文字、喜ぶっていう漢字とすごく似てるんですが、縦長くなる字って難しいですよね。こういう文字ってね、まずは縦長くなりすぎないことを考えていただき、そしてね、大人っぽくなるにはどうしたらいいのかっていうことを考えてほしいんですね。最近私ね、しつこいぐらいに言いますが、皆さん小さい時に小学校とか中学校もしくは高校ぐらいまで習ってた方ってすごい多いと思うんですが、ほとんど意味ないです大人になって習字やんないと美文字なんて書けるわけがないこのチャンネルを見てくださってる方ならわかると思うんですけれども、ちょっと難しいでしょね、書店に並んでいるようなこれをなぞるだけで上手くなるなんてできるわけがない。あと、ね、美しい文字って左から右に移してるだけで覚えられないでしょ、うん、なんか数学の問題を、答え見ながら解いてって数学解けるようにならないのと同じなんですよ。だから常に自分でどうやったら美しくなるかっていうのを考えてほしいんですね。で、特に良いっていう字は縦長くならないっていうことを考えることと、一番下の口の手前の横線ですね、これをいかに右方向に美しく長く見せるかって考えるんですよ。それをベースにどうやった美文字を構築していくかっていうのを自分で考えていただきたいんですね。まあ、このチャンネルはそのお手伝いをするためにあるんですね。さあ、今からね、手元で美文字を書いていき、最後にね、創作もあります。良いっていう字は創作しやすいかな、ぜひね、そちらまで見ていってくださいね。その前にチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。さあ、今日も双葉書道会のマス目押しを使って、まずは点字でよしを解説していきます。まずはね、子どもの字との違いっていうところを今日は説明したい。ここのチャンネル、今書き順間違えちゃったけど、で、大人向けなんですよ。まあ、いつも言っていることなんだけど、子どもの時に習った字をそのまま大人が書くと、ちょっと子供っぽい印象を与えてしまうんですよ。これがね、お習字で習う字なんですよ。ちょっと全然違うの分かりますか？こっちの方が隙間があるし、口が小さいですよね。そして間が空いている。これがね、すごく大切なんですよね。まずね、書きながら説明すると、よしっていう字はこの横線をいかに左右方向に長く見せつけるかと考えます。まあ、それ以外の横線を短くするっていうのはどちらも変わらないんですが、大人っぽくするには変にね、線と線をひっつけないこと。これすごく重要。見てください。これ横線短いの分かるんだけど、ここほら短いでしょ。この点もどこにもひっつけない。で、この横線見てください。隙間がある。めちゃめちゃ大人っぽいでしょ。これ大きく書きたくなるんだけど、離していただいた上で口を小さく書くんですよ。ほら、大人っぽいでしょ。全然こう口が大きい小さいでは大人っぽい印象が変わってきます。皆さん、これで書くのも悪くないんだけど、ちょっと子どもの印象を与えてしまうから注意が必要です。さあ、続いて筆ペンで解説していきます。これをちょっと子どもだったらこう書くよみたいな書き方を今日していこうかな。まあ、別にこれでいいんだけど、なんだろう、線と線がこう太くてひっついてる感じ、まあ、こういう字がね、お好きな方もいるんで、まあ、全然否定しないんですけど、まあ、私はね、大人っぽい印象にしたいんで、ちょっとスカスカにするんですね。まあ、こうやって書くということですね。点と点をちっちゃくして、横線細くして縦線太くして、こうやって隙間を開けるんですね。これちょっと難しいんだけど、こうするとね、大人の余裕を見せつけることができますよね。ちょっとね、今日はここで口の書き方説明するんだけど、まず口はね、正方形にすることはお勧めしません。少しね、横長にしてあげるとすごい大人っぽくなるっていうのもあるんですが、互いにね、内側に入れるっていうのは一緒です。こっちの入り方よりこっちの方が強くなります。で、ポイントはこっちの縦線よりこっちの方を短くするんですね。これなんでかというと、三角目を上に上げることによって、こっちは下を出して、こっちは右を出したいんですよ。この口の書き方で覚えておかないといけないし、これも覚えておきます。ここだけ空いてくるんですよこれね、全部覚えるしかないんだけど、ぜひね、覚えて自分で書けるようにしていきます。さあ、続いて大筆で書いていきます。さあ、おさらいですね。こうやって指の力を抜いてくださいね。良い感じにしたいね。線と線を無駄にひっつけない。これがね、大人の余裕なんですよ。皆さん、子供の時に習ってたお習字と大人の書道って全然実は違うんですよ。もう一回習い直してほしいな。めちゃめちゃ楽しいから。本当にね、アートやってるみたいな気分だし、お絵描きしてるみたいな、お絵描きっていうか絵画教室やってるみたいで、造形美学べるんですよね。小さい時に習ってたのって子供のお手本で、かつね、左から右にお手本を写すことしかしなかったでしょ。全然その世界とは違うから、答えも何通りもあるし、自分でどうやって美しくなるかっていうのを考えていくんですよね。ぜひ皆さん、書道教室関係ない話だけど、やってみてください。やってて通ってみてください。さあ、続いて行書ですね。行書はこういうふうにそこそこに線がつながるんだけど、横線の斜め上がりが
バラバラになります。これね、平行だったのが楷書に対して、これがねバラバラになるし、そこそこに線はつながるし、曲線的になりますね。で、曲がり角が丸くなる。これね、ひらがな、ひらがなじゃない、数字の2みたいにして書くと、まあ柔らかい印象を与えることができます。さあ、ここまでが美文字ですね。ここからはお遊びタイムです。まあね、答えは一つじゃないんですよ、基本的には。あくまでもこのチャンネルで、ね、答え一つみたいに言ってるけど、いろいろな書き方があるんですよ。ちょっとね、今日はね、男性的な善と女性的な善を書き分けました。書体っていろいろあるんですよ。でもなんか子供の感じにもしたいよね。なんかいい行いって大人っぽいいい書き方だけじゃなくて、なんだろう、無垢ないい行いみたいな、今日表現したいですね。これはこれでこう純粋さが出てますよね。ちょっと思いついたんだけど、筆ペンと大筆を組み替えてというか、2本同時に持って書いてみたらどう。まあほとんど大筆がかっちゃうけど、このスカスカな筆ペンで書いたのもね、意外といい感じになりましたね。でね、ここにちょっと散らしちゃったようかな。なんか雰囲気出ますよね。まあこんな感じでね、アートっていろいろあるんですけれども、綺麗に描くのも書道だし、こうやってお遊びで描くのも書道の一つの魅力なんですね。まあこのチャンネルでね、解説してない昔のクラシカルの世界、古典の世界も相まってね、いっぱいあるんですよ。あとね、書道はね、こういう小さい字じゃなくて、これ小さいですよ、あの書道の世界だと。大きい上幅と言われるね、あの掛け軸に飾るような字もありますし、私だったらこう15メートルぐらいの大きい書を書いたりするんですよ。対策と言われる分野もあるんですね。まあいろいろあって書道楽しめるんで、ぜひね、皆さん書道教室通ってほしいんですよ。私の教室じゃなくても、まあいろいろ近くの書道教室とか行っていただきたいんだけど、まあやっぱりね、双葉書道会は素晴らしいかな。概要欄にね、双葉書道会のホームページ貼ってきたんで、そこの先生方を、探してみてください。さあ、いかがだったでしょうか。ぜひね、皆さんね、チャンネル登録していただきたいんですよ。最近チャンネル登録って書くの楽しくなってきた。チャンネル、どこに書こうかな、登録。このチャンネルではね、ペン字筆ペン大筆楷書行書アート全てのシーンで使える動画作りをしています。まあ、ぜひね、チャンネル登録をしていただいて応援していただけると嬉しいです。まあ、全てのね、常用漢字を全部説明するまで、解説し終わるまで頑張りたいと思います。今何文字ぐらいなんだろう、多分3、400いったと思うんですよ。まだ全然先長いんですけれども、まあ地道にね、頑張っていきたいと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いしますということと、いいねボタン、そして、概要欄からインスタグラムもね、フォローしていただけると嬉しいです。以上です、ありがとうございました。